剣王、恐怖の伝説を前にマミーヤの村は静まり返っていた。無数に放たれる陶器、なんと水晶剣の霊を瞬く間に葬った剛剣。誰もこの男には勝てない。凍てついた空気の中、北斗の末裔にして伝承者のケンシロウが駆けつける。怒りに燃えるケンシロウに対し、ラオウは愛は国王号から降りもせず悠然と構える。まるで弟の成長を楽しむかのように。ケンシロウ恐るるに足らず。剣王、ラオウが恐れるは唯一あの男の剣。ふん、まだ甘さは変わっていないようだな。確かめてみるがいい。第2話、永遠の死闘。剣王恐怖の伝説は今より始まる。来い剣士の己の成長を僕と見せてみよう。死をもって見届けるがいい。ゲスども、もう来よったか。ケンシロウ、命は投げ捨てるものではない。だがたとえ 99% の勝機はなくても。いや、今のお前には残り 1% の勝機もない。見抜いておるわ。だが時が現れた以上、お前たちと同じ地上に降り立たねばなるまい。私の剣、私の戦い方はいずれ必ずお前の役に立つ時が来るだろう。飛行神探中をついた。お前の体は私の声がかからぬ限り動かぬ。ケンシロウ、よく見ておくのだ。私の戦いを。ライクゾー、ラオウ。
抜くぞ。ではなく、この俺だったのだ。ケン、助けて、あの人を。ケン、動いて。ケンシロウ、どうやらここまでのようだ。私の死を糧として伝承者の道を歩むがよい。時の命もらった。貴様、時の飛行箱を破ったのか。ラオウ、貴様が握るのは天ではなく視聴性だ。望まぬであろう。俺は天をつかむ男、それまでは決して死なぬ。剣王に交代はない。あるのは全身勝利のみ。